待ってば俺がもう待ったはなしだ柱間。まずい、このままでは木遁木分身の術やるぞサスケ。あれってば木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今、俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ扉間、サルトビ。おお。なぜ否定する。はっはっ、俺は幸せであるとは限らん。人は考え、悩む、失敗することで成長する。幸せとはその先にあるものじゃ。ではその失敗の中で二度と取り戻せないものがある。ごとん大炎弾の術。人は後悔し、もう一度やり直しを望む。失敗は許されない。この世界では、サルよ、おやつは見えているものだ。あなたは通じる。里を背負う彼の拳はこれほど軽いものだったと納得したよ。その程度だから失敗したのだ。分身戦闘者は木遁神数戦術頂上化物十尾の人中力、想像以上の相手ぞ。この感じ間違いない。奴は十尾が入っている分、すり抜けはできないか。だが、何の問題もない。あれだけの攻撃を受けて、平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ。まずい。過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だぞ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのはホカゲのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。
俺の死が火影でよかったよ。おかげで火影を諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前がおかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから。木の葉の誰より、任界中の誰より、オビトなんかより父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ行こう。てめえは絶対許さねえ。お前がどんなにすげえ力を手に入れても俺たちは絶対に諦めねえ。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。